みなさん、こんにちは。今回は。対数関数の微分を取り上げます。しっかり学んでいきましょう。まず。公式位置を確認しましょう。公式位の証明を行います。まず。 定義式は次のようになりますこの式を順次変形していきますここで 分の h を t と定義すると次のように式を変形できます。ここで t を限りなく0に近づけた時の 1+t の t 分の1乗の値を small e とします。すると 式を次のように変形すすることができますなおこのスモール E はネーピア数と呼ばれます次にこの式の定をスモール E として定の変換を行い変形をしていきます。 最後の式に定位が表示されていませんが、これは定位が s m a l e、すなわちネイピア数であるときの表記法です。このような対数を自然対数と呼びます。公式2を確認しましょう。今回は自然対数の微分です。 証明を行います。まず先ほどの公式一を用いますログインは一となるので次のような式が得られます最後に学んだ公式をチェックしてみましょう。 もし、どこかにチェックが入らなければ、もう一度動画を見直して学習しておいてください。